北斗様は小倉瀬寺王はい <laughs> 始まりましたアクション中西でございます北斗様は小倉瀬寺王 えー、第3回になりますね、えー、あのですねなんかあの一丁前に、あのー、タイトルコールをした後のあのー、ジングル、えー、なんかどっかから引っ張ってきとるんじやないかと、えー、思われる思われた方もいるかなと思いますけども、はいあのー、引っ張ってきました。これねねなんか、ね、あのー 昔、X、テレビっていう番組が関西ででったんですで関西の人は結構、ねまあ、でもまあまあ言ったら若い人知らないと思いますけど上岡龍太郎さん、えー、島田紳介さん、えー、大竹誠さんなどなどが、えー、基本的には出てたのかな、はい、まあまあいろんな人が出てた番組で若き日のダウンタウンさんとかも出てたりするしたんですけど、えー、まあ X テレビ。 EX って書いて X, X テレビって読むんですけど EX テレビ、X テレビねこのオープニングが僕妙に好きでねなんかね、まあ、ほんでこれね著作権とかよくわからないんでまあ,あのひょっとしたらまた消されるかもしれませんけどだからこれ毎回はやりませんこれのせいで喋った内容が全部消えるみたいなのはあの嫌なんで、えー、まあ、1回分ぐらいだったら別に消えてもいいかなと、えー、思って今日ちょっと使わせてもらいましたうん、えー ネクステレビ、えー、いいですね、この。このね、なんか、まあ、あのー、言わずもがな。し深夜番組、なんですよ。ね、日曜日の。あのー、子供とかも、み、見る時間帯に、あ、う、あ、あとか言わないんで。ね、い、い、ちょっともう一回聞きましょう。これ、<laughs> やっぱ、なんか面白いですね。これね、なんかね、あの、大人の入り口みたいな。 あの言うたら子供はもはもう寝なあかん寝なさいみたいな時間帯でこうでもちょっと深夜番組とかもそろそろ見たいぞみたいなお父さんお母さんに怒られるかもしれんけどなんか深夜番組見たいぞっていうでそのこのオープニングを聴くとあの番組自体僕その実はそんなに見たことなくてちょこちょこ見たことあるんですけど結構家厳しかったからねでもなんかこの,このオープニング聞くだけで毎回エロいことやってんのかなって。 思わしてくれるような実はエロいことをやってる回もあるけど別にそうでもないんですけどこれがなんかその大人の入り口感があってねちょっともう一回聞きましょう。 いいですねじゃあほんまに毎回これで「北斗様は小倉世次郎」でこれで始まりたいですね。はい、あ、いいですね。あのー、まあ,あちなみに北斗様は小倉世次郎って言ってるぐらいなんで、あのー、男性リスナーのことを「北斗様」と呼んで、えー、女性リスナーのことを「かぐや様」と呼 <laughs> <laughs> 呼ぶようにしようかなとたく,たくらんでるんであのリスナーの方もね「北斗様ですと」と、えー、名乗ってくださいね「あの女性の方はか、えー「かぐや様です」と「かぐや様です」って「あの <laughs> 僕に出待ちなんて今のところいませんけど「えー、北斗様です」とか「かぐや様です」って、あのー、言うてくださいそしたら「あこのラジオ聞いてくれてんねんなと」と、えー、分かりますんではい。 いいですねこれね、えー。でも意外とねイメージだけのもんでねこれを「なんかあの徹子の部屋」やと「徹子の部屋」のオープニングで「ルールル」の代わりに使う世界線があっても別にそれはそれでああのー、まあ、違和感ないと思うんですよ。そののなんていうかなイメージの問題で特にあの関西圏以外の方とかまあ世代が若い方とかはあのこの曲聴いてもなんかそのエッチイ,イメージ別にないぞ。 あのツ子の部屋でも違和感ないぞって思ってる方も結構いらっしゃるんじゃないかなとえー思います黒柳テツ子でございますえー今日のお客様クリスチャンの方は皆さんご存知、えー、クリスチャン以外キリスト教に関心がない方でも名前を知らない方はいらないんじゃえーいないんじゃないでしょうか今夜のお客様ローマ帝王ですあローマ法王ですあもう寒いローマ法王ですでパッと言きたかったのにローマ帝王ってなんか ボケようボケようとしてなんかあのー、すごい、あのー、喜びさんでこれ書けよう思ったらローマ帝王って言ってししままいましたねだからあれですよあのー、このラジオは配信者はローマ帝王で、えー、皆さんはもうわけわからんもう機嫌悪くなりました「ローマ法王です」って言ってパッて書けようと思ったんですけどあのー、なんていうんですかねもうなんか今日が冷めましたね。 で一回間違えたのにもう一回やり直してすがってまでやるほどのボケじゃないんでねえー、やめましょうローマ法王ですって言うて <laughs> ち,ょっとちょっとやってみたいな今夜のお客様ローマ法王ですあいいねいいですねエロいですね何の話するんのローマ法王うん、あじゃない、ね あいいですねローマ法を何の話するんでしょうね一体ね、うん、まあ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 いやでもなんか意外にねお昼にやったらやったで違和感ないんじゃないでしょうかねちょっとこうなんやろ昔から『徹子の部屋』を見てた人はびっくりすると思いますけどね、うん、そうですねまあまあこういうあの昔のえー、ラジオの。 ラジオオじゃないわ、えー、テレビ番組のオープニングこれね誰が作ったやつかちょっと一回調べたことが確かあったんですけどね木田太郎先生かなとか思ったけど木田先生にはどうやらなかったっぽい、えー、記憶だけありますね。はい、えー、まあまあえー、っとちんたら喋っておりますけど、えー、何の話しようかなと。 なななんとくねなんかねそれは面白いことをしゃべろうとか思ったらまあ多少はできると思うんですけどもうそれはなんかギュッとしたらネタになってしまう漫談になってしまうしそれもしんどいのでほんで皆さんも多分これ月曜日の朝7時に、えー、アップしてるんですよ。まあ、ひょっとしたら気が変わったら変わるかもしれませんけど月曜日の朝7時からなんかネタネタしいなんか。 集中して聞かなあかんようなやつをなんか出勤の時に準備しながら聞きたくないと思うんですよね。なんであのまあちょっとダラ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 目であの喋れるやつをと思ってねあのね僕ねちょっとね前から思ってるんですけどあの前から気象いと思ってるノリがあって。 あの仲直りっていうなんか文化というか誰が決めたんですかなんか気持ち悪いなんか仲直りさせようとする仲直り勝手にする分にはいいけど仲直りという大義名分のもとめっちゃ嫌いやのにいや中西さんと○○さんがちょっと仲悪いままこのまま。 東京行ってしまうのちょっとあれなんでとかちょっとちょっと呼んできましたとかみたいなそのなんか勝手な動きをする気色悪いやつらあのねマジでねあの仲直りという言葉がん,んかいい言葉みたいなそのいい意味の言葉しかないのが俺はもう腹立たしい前から思ってて気持ち悪いだいたいね俺はね人に迷惑かけないようにねあの 生きてるし、わがまま言わないように、あの、一人一個しか当たらないお菓子も。俺の分が当たったらびっくりするぐらいの感受性で、俺ごときがと思って。その、生きてるんですよ。私なんて、私なんてものは。ね、自分が得して当たり前と思ってる奴らが多い中。俺は損して当たり前というね。まあ、親に虐待されてたしね。いじめられっ子やったしね。なんかもう、薄暗い人生を、もう生きてきたんですよ。 こんな役にも立たない、あのー、ちょっとだけちょっとだけ人よりあ嘘人よりネタが異常に面白いぐらいの才能しかないんですよ。ね、でもそんなもその才能も飯食えないしでもだからといってすねることなくほんまにしょぼくれたいなんかほんまに <laughs> しょうもない顔して生きてるんですしょうもない顔して商店街を <laughs> 練り歩いてほんとにしょうもない顔して「すいません」って。 卑屈な卑屈な「な,なすいません」って車がちょっと横断歩道で待ってたらちょっと小走りして「すいません」って言いながらしょうもない顔して歩行者優先やからそんな走らんでいいんですけど小走りして僕みたいなもんに「すいません」って顔して生きてるんですよ。そんな俺がね喧嘩すんねんからねよっぽどクソみたいなやつなんですよ大体がしょうもないやつなんですよ。やのに これね何回かあるんですよあの俺が誰々嫌いやみたいなこうねあので違うんです大体俺から攻撃しかけることはないんです大体頭おかしいやつがあのなんか変な感じになってでもう俺はもうちょっとさすがになって言うんで本人に直接言うたりで俺一回大喧嘩したことがあるんですよ。 まあも,ねもあの名前とかもう言うつもりないんでそれを期待してる人はもう全然あの期待外れですが誰ととかじゃないけどもう大言化してで嫌いやと。でまあで俺はフェアプレーの精神やから大喧嘩しても別にあのそいつのことを言う必要がないのにあることないことをあの言ったりするとそれこそ周りが気遣うから。 言わないけどそ向こうがね、てめえが悪いくせに、なんかあのー、まあそうやな、ざっくり内容を言うとね、まあこっちこっちとら才能があるからさ、向こうはさ、俺にべったりで、あの中西一緒にトークライブしようや、みたいなこと、めっちゃ誘ってきてたようなやつなんですよ。で、俺はい、もういいよいいよ、もう俺特にが手やしって言うてて、で、なんか、まあ、そうやな、だんだんバレていく可能性があるからあんまり言わんとくけど、まあ要するにね、 あの俺が別の人とあのそのライブやってた時にそいつがたまたまあのまあ見に来とったんですよ。でそれが白芸っていうところでライブバーみたいなとこやからライブもできるし酒も飲めるっていうところでふわっと来てほんで飲んでニヤニヤしながら客席で見てたんだけど勝手にステージ上がってきて喋っべっなんか「いやいやいや」言って「俺も勝手に入ってくんなんや」みたいな言うてたんやけど勝手に入ってきて。 でも,もうええわ思うてバーって喋ってで俺後から怒ったんですよ「そのお前勝手に入ってくんなよ」みたいな。でそれでねなんかこうまあそれが原因ででまあまあもうもうはしょりますは長なるからもうそいつの悪口なんかもう,もう人生で不毛な時間なんで、まあ、とにかくまあ いろ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 あることないこと言うあの向こうが言うたり向こうバカなんでねあの僕はあの頭がいいんでホモ・サピエンスの次のやつやと思ってるんですけど向こうはホモ・サピエンスの手前のやつなんでネアンデルタール人なんで,でそのネアンデルタール人と僕が喧嘩したわけですよ。でネアンデルタール人とそのホモ・サピエンスの次のやつである僕との間に間に入りますわみたいな感じでその仲直りのなんか言葉のいい響きだけで。 あの週刊誌の記者みたいな「あのゴミゴミ漁ってコンドーム見つけたからあいつら不倫してる」みたいな、あのー、精神性の低いやつらのくせに「仲直りしてほしいんですよ」って言いながら仲直りって誰がそのいいことってなんかその,その決めたの。仲直りっていうのは結果として2人が歩み寄って仲直りしましたで「あのー、素敵ですね」はいいけど嫌いなのは嫌いな理由があるんやから。 じゃ,あじゃあお前ら何,何かとそのま,まあまあまあこ,んこういう例えしたくないけど、まあまあ、じゃあ例えば、えー、まあと,とある小学校に乱入して刃物振り回してやったやつと遺族に仲直りしてほしいんですよって言うかと嫌いなのには嫌いな理由があって一方的にこっちが悪いでこっちは勝手に逆恨みしてるっていうケースって山ほどあんねんからそんなもんな。 仲直りっていうのはチアリーディング部じゃないんからチアリーディングやってんじゃないねんからな,なんでそんなさ呼吸合わせなあかんのって全然もうその今となっては事務所も違うし関係あらへんのに「寝苦手降りしてほしいんですよ」言ってるやつの下品な顔ボケ気持ち悪い腹立つほんまにあのね仲直りさせようっていうもう悪,悪ですよね。 折りという言葉のなんか響きの綺麗さだけで一点突破でいらんことするんですよなんかおったわもう昔もおったなんか別のやつやけどなんかあのー、まあこれは言ってもええかな <laughs> <laughs> 師匠ないから言おうかな名前 <laughs> うんまあ先輩ですけどね 元スピッピッ <laughs> 元クレイジー・ジェントルマンの <laughs> ジェントルメンかトリオでやってた福井さんっていうえ俺より1個か2個先輩なんかな年は下やったと思うけどが俺嫌いででその時あのなんで嫌いだったかというとなんていうかねあのまあまあまあいろいろ まあ後でねそんなに悪い人じゃないなとかあの分かるんですけど分かることになるんですけど当時嫌いでで、まあ、あのまあフェアじゃない感じになったら嫌なんで自分の身に起きたことだけ言うとあのなんかね俺がねあの楽屋でなんかその福井さんとじゃなくて別の人と喋ってたんですよ別の芸人とバーて喋ってて。 中西さん最近どうですかみたいなネ,ネタバトルとか、まあ、繰り広げてた頃ですよ。ほんで僕らあのその当時はコンビで「魚 DVD」っていうコンビでやってたんですけどなんかこうあのー、まあ人気があった頃もあるけれどもああいうこう劇場で まあまた新しい人たちが出てきてで僕らちょっとロートルになってくるというかそうは言っても20代後半ぐらいかやったと思うんですけど20代前半が押し寄せてきてで俺らは1回1軍まで上がったんかな,なんかワラビーとかプチワラビーとかあった頃なんですまあ、まあ知らない人は何のことかわからないでしょうけどそういうあのヒエラルキーがあったと思ってくださいあちょっとカッコつけましたピラミッドがあったと思ってください あのピラミッドのことヒエラルキーって言った時は「あのお前東京に来て変わったな」って言ってあの僕をいきなり髪の毛後ろからわしづかみにしてボコボコにしていいんで街中で見かけたらそうしてください「お前!」ってピラミ「ピラミッドでいいやろ」って言うてそんなんどうでもいいんですけど、まあ、そういうピラ,ピラミッドがあって、ね、1軍とかおったのに2軍に落ちて、ね、そこからまたなんかそのオーディション組みたいになったんかななっててライブ出て ラライイブブ兼オーディションみたいながあるわけですよね今頭悪いしゃ喋り方してますねどこがホモ・サピエンスの次のやつやねライブ兼オーディションみたいなライブってまあいいやほんで、まあ、そこその話をして調子悪い時やったからいやーなかなか厳しいわーって言ったらその喋ってるやつとあの ちょっと遠い全然お前と喋る位置じゃないよみたいな位置にいたその当時スピッピーにやったかなスピッピーの福井さんが,フがん「ファン票入れても?」みたいなんか感じできたんですよ。ファみたいなまあ組織票みたいなことですよ「組織票入れても?」やったかなどっちか忘れたけどなんか「は?」と思って。いや俺実力と花と共に お前に負けけたことないんですけどって思って「イラーッ!」としてで、まあ、その時にどんな対応したか分かんないけど、まあ、ちょっとこう感じ悪そうな顔ぐらいはしてたと思うんです僕そんな気弱いんでしかも先輩やしねいきなりイラッとはしてるけどすぐに「なやお前」とは行かないんでねヤンキーじゃないからでももう以来以来なんかもうそのその感じとか 振る舞いとかあの何やろなんかあるやんそのいきなり MC 席じゃないけどそのいきなり浜田さんみたいなポジション欲しがるような人っているやんその感じがすごいあったからめっちゃ嫌いやと思ってで,でこれはまあ,あの名前出してから保険かけてとかじゃないですよもうその福井さんも辞めてるし芸人辞めてる人を今更火つけてどうこうってことじゃないんです、まあ、後からねほんでめっちゃ優しかったんですよその であの多分多分その俺がそれで嫌ってるっていうことを多分っていうかそのこ,これから話すんですけど俺がそれで嫌ってるっていうことをアホな後輩がいてねそれこそ仲直りなんですよ。福井さんに中西さんが嫌いやって言ってることを言いましたって <laughs> 言いましたって言う,いうね居酒屋でそいつと飲んでたらで,で俺からしたらさ別にさ、まあ、正直怖くもなんともないよ。 実力的に俺買ってるからもうネタやってもトークやっても物とかウケるし別に別に怖くもなんでもないけどなんかそれその勝手なことすなって思って「はあ?」ってなって「いやいやいやそななななんなんそれ」ってれって「いや僕は中西さんも福井さんも大好きなんですだから仲直り少しくて」てねほんまにねもう一回言うけどねあのチアリーディング部じゃないねんと俺らは。 これらは好きな人とくっついて嫌いな人とは離れてあ,、ね、あるいは嫌いな人でもこいつは利用価値があると思ったら組んでコンビ組むにしてもユニットにしてもライブやるにしても、ね、そういうのを戦略的にやる人がいてもいいし、ね、自由に大人だから選べるわけですよ我々は。なんでさ別にさ 嫌いやって、そう、そういうことがあって、俺は嫌いやって言ってるのに対してさ。勝手にさ、な、なんか、すごい。あんが。いいことしたみたいな。すごい美しい顔してくるんですよ。あの。美しい後輩みたいな。やってこと、やってること、下品やのに。なで、懸念してほしいんですよ。な仲直りって、なん、なん、なんなん。薩長同盟みたいなことなの。それ、そんなさ、なんかさ、もう、その。 俺とその人が仲悪いせいですごい実害が生じてるとかやったらそれは大人になって仲直りすべきとかあるけどもう補評ですよ我々みたいな不平ですよ <laughs> どっちやねん <laughs> ま将棋で言ったらね「風」ですよそんなもん当時吉本でしたけど何の役にも立たない「風」同士ですよ。「風」が「風」が楽屋で喋ってて「風」2枚の「風」が楽屋で喋っててちょっと離れたところの「風」が。 ファン票入れてもって言ってきたから、いろいろとしたみたいな話じゃない。関係あらへんから。風通しが仲悪くても。それをなんか。仲直りしてほしいんですよ。下品な。な、なんでね、あの、仲直りっていう。なんか、あの、大義名分のもとに、その、こそ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 、動く。あの、奴が許されてるかっていうね。いや、これもっと、もっと言っていくべきですよ。 仲直なりなんて誰が求めてんねんボケがお前腹立つわなんだマジで嫌い大体いいねあの仲直りのやつのテンションね図式で書くとね A っていう点があってで B という点があってでこの A と B が仲悪いとで点 P を頂点に持っててこの P が上から目線で A と B を取り持ってあげるみたいな,そのなんかその仲直り俺が本来動く必要ないんだけれども動いてあげようみたいなそのだってさ本当は好き同士やのになんか一時的に仲悪いとか個別に話聞いたらそんなに嫌いじゃないけど今ちょっとしゃ喋ら,られへん状態になってるやったら人肌脱ぎましょうってこれはわかるけど嫌いや言うてんのにええ年越えた大人がはっきり理由があって嫌いや言うてんのに。 仲直りがどうた,こうたアホかと思うでまあまあ分からんけどそういうことがあってで多分そのねまあ福井さんも多分ね知らんで俺そんな話は直接本人としたことないけどなんか俺にずっと優しかったんですよそっから後というかこうなんかなんかでなんか俺の単独ライブとかの DVD D をなんか,か買うわーって言って買って。 ですよで多分俺の予想ではそいつが「中西さんが嫌いって言ってます」ってその言ったからで割とそういうちょっと福井さんでが,がさつな、あのー、感じの人やったけどそれがさつな人ほど、あのー、こうちょっと繊細な部分とかでま,またあれですよ。 まあ自分で言うけど才能ある人に嫌われたら怖いみたいなとこ絶対なななあ,るあるんやと思うんですよ。<laughs> <laughs> いや知らいや絶対あるないとは言わせへんこんな俺みたいな才能あるやつが嫌いっていうのはネタおもろいとかなん絶対知ってるはずやし説得力の問題なんであ,のあ,ああいうもの言わないあのそんな普段わわって怒ったりせえへんタイプの人が嫌いやっていうのを伝え,伝え聞いたら「わ」ーって「なんか俺ってえー、えーえーえー、みたいな。 ででなんかかすすっっげえ優しかったですねで俺も、まあ、優しくされると、まあ、分かればよろしいみたいなところがあるんでそうそう、まあ、だから名前出したんですけどねもう今もって嫌いって言い出したりしかもねやめ,やめてる人間ですからねやめてある人を今何にどうたらこうたら言うてもねしゃあないんでねそうまあそうっすねなんか仲直りっていうのをなんかもうすっごいいえことでしたろみたいな。 こそこそ動くやつまあボケがと思うそいつのなんかめちゃくちゃ嫌いなやつとかにけ直りしてほしいんですよって言って動いたろ動き回ったろか仲直り抜直りしてほしいんですよ言ってなんか勝手に勝手に動くボケども腹立つ俺からしたらねそのさっき言った点 A 点 B のなんか上の頂点みたいなところに A と B の頂点に P が君臨しててやけどお前なんか下じゃんってやってることゴミ漁りみたいな、あのー、情報誌と週刊誌と変わらへんようなことやってんのにこそこそ立ち回って、えー、この人くる、えー、ってくるとくるっと寝て寝よりてくれせ飲み会セッティングしましたとお前ただ酒飲みたいだけやろ僕へ腹立つんですよ俺何が仲直りやねほっとけともう、うん、嫌いなもの嫌いなんだ大体 その俺は被害者と思ってるからねそういう大体俺の方から攻撃しかけることなんかないんだからこんなにほんまに優しい優しい優しいで、ね、本当に <laughs> マジで腹立つわ仲直りさせようとしてくるやつのその神経が腹立たし気持ちが悪いですね虫が走りますね逆でりちてほしいんですよ あの言ってるやつのあの気持ちよさそうな顔「ネ直りネしてほしいんですよ」みたいなそのなんか「いろいろやりてい目見つける」みたいな別にさほんまにワンチームでそのなんかやってる時に仲悪いから後輩が気使遣うみたいなんじゃなくてそ,のそんなに合わへんようにしててそれなりに成立してんのに「仲直りしてほしいんですよ」って言ってくるやつは仲直りしてほしいんじゃん俺ないと思うね 気持ち悪いいんんですよ結構いるんですすよ結構るけどね仲直りしてほしい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 ,仲直りしてしいってで俺はそういうなんかもうか神経が分かんないじゃ,あじゃあお前らあれかルパン三世見ててルパンと銭形,形仲直りしてほしいなって <laughs> お,前お前らは仲直りしてほしいなって思いながら。 仲直りしいなと思いながらルパンと銭形のやり取り見てんのかとトムとジェリー見て「ああトムとジェリー仲直りしてほしいなんか今日も喧嘩してるな」って思いながら見てんのか「仲直りしてほしい仲直りしてほしい」って「気持ち悪い気持ち悪いんじゃんお前ら仲直りしてほしい仲直りしてほしい」って気色の悪い腹立つわじゃあえなり一和樹と泉ピン子仲直りしてほしいんか、まあ そんなもんもう嫌いや嫌いやっててちゃんと理由があるんでやったらもう大人やねんからほっとけええやねんから仲直りしてほしいって気持ち悪い気持ち悪いわじゃああれかもう桃太郎の話であのー、鬼退治成功した後桃太郎と鬼鬼と桃太郎このままこのままなのかな <laughs> このままなのかなって思いながらお前子供の頃絵本あのお父さんお母さんに桃太郎を読んでもらっておしまいって言われた後そうやってな目うるうるさして悲しすぎるこのままじゃ悲しすぎるってお前言うたんかお前ら腹立つわ腹立つぞ腹立つもう何が何がんなかなおりやね二度と言うなよとかなおりって言うなよって思う あ俺がだからあれですよ僕のこのリスナー同士が喧嘩して北斗様と格弥様が喧嘩しても仲直りしてほしいとか別に思わないもん気持ち悪いじゃないそんな仲直りとか気色悪い薄汚い薄汚いんですよ仲直りさせようっていうその大義名分のもとなんかそのよくこうえー、日本語では一言しかないけどフランス語ではあのこうこう分かれてますとか仲直りもね負の負のね マイイナスイメージの言葉を作るべきですよ、ね、なんか同じ例えば若いことを「青2歳」って言ったりするじゃないですかでもこう活躍しだすと「新生とかね「ニュー,ニュースター」っていう扱いをあのプラスイメージだから「青2歳」とか「若造」っていう表現があればあのプラスイメージの言葉もあると「老害」とかねいう言葉もあれば「熟練者」とかね ベテランとかいいいような言い方もあるでしょ仲直りってさんかさ揺らんことしてるくせになんかプラスイメージのその仲直りの一択の言葉しかないじゃないですかもう腹立つわ腹立たしいですねはいということできりないんでねもう終わりたいと思いますけどね俺ね嫌いになった人とか喧嘩してる人とかねあのね俺が怒ってるこんなに温厚な俺が怒ってるってことは大体向こうが悪いんで。 こんなこと言うやつやややばいつつですけどこ <laughs> こんなこと言うやつが一番やばいって思われてそうですけどいや俺の場合はガチでそうですから俺ほんでね僕が悪い場合は謝りますから僕が反省して「あこうやったな」とか僕常にアップデートしてますから、はい、もう iPhone か「俺」かっていうぐらいあのいちいち iOS がアップデートされて「あ僕が悪かったかな」っていう時はものすごい謝るんですごいもういいやつなんで。 そんなこんないいやつの俺が怒ってて嫌いなんやったら大体そいつがろくでもないんやから仲直り仲直りとかそのもうすんなと気持ち悪い仲直りさせんねやったらそのまあもっと他のやついるやろうと思うんですよ俺にの私はね歩兵なんでねほっといてくれはいさよなら